には音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。ねえお姉さん一人、え、よかったらさ俺たちと一緒に遊ばない？なんか俺の顔ついてる。いえ。よかった、動いて。じっと俺の顔見たままフリーズしちゃうんだもん。電池切れちゃったのかと思ったよ。ねえ暇なら俺たちと遊ぼう。あ、ごめんなさい、もう帰るところなんで。ああそうなんだ、残念。じゃあまた。うわ疲れた。まだ2限目だよ、早くない？いや無理、もう英語で頭パンパン。あーこれ以上何も入んない。居眠りしてたくせによく言うよ。あれバレてた？隣の席で寝息かかれてて気づかないわけないでしょ。あー寝たら腹減ったな、早弁しようっと。マジで言ってんの？今食べたらお昼にまたお腹減っちゃうよ、どうすんのよ。昼は安藤の弁当食べる。やめてよ、私が食べるものなくなっちゃうじゃん。絶対あげない。チェー、減るもんじゃあるまいし。減るもんでしかないわよ。そうだな。ビルが見える教室で私たち二人は机を並べて同じ月日を過ごした。英語が得意で将来外国に留学したいと思っている私は ESS 部で、勉強はからきしだけど運動神経抜群の彼はバスケ部。水と油のような典型的な文化系と体育会系の組み合わせにもかかわらず、私たちはなぜか最初から馬があった。3年間取り立てて何も起きないだろうと期待もしていなかった学び屋で、私はたくさんの英単語とたった一つの恋を覚えた。うわ寒い。今日は遅くから雪らしいよ、朝は銀世界かも。マジかよ、俺寒いのダメだっつーの。夏はあんなに生き生きしてるのにまるっきり別人みたいになっちゃうよね冬は。そう、俺もしかしたら変温動物なのかも。カエル？じゃあ冬眠しなきゃね。できることなら冬はずっとこたつの中で眠ってたいよ本当。それただの怠け者じゃん。そうだな、仕事行きたくないだけかも。来週か。うん、行っちゃうんだな。うん、留学夢だったもんな。でもたった半年だから。たったじゃねえよ、半年も会えないんだぞ。そうだけど。行くなよ。高校卒業後彼は就職し、私は地元の国立大学へ進学した。大学1年の冬、休学してアメリカに短期留学することになった私に、彼は遠くへ行くなと言い、半分笑って半分真顔で抱き寄せた。なんてな、冗談。頑張ってこいよ、英語をペラペラになって帰ってこい。うん、こっち帰ってくる頃は夏だな。そうね、その頃は俺も息吹き返してるはずだから、戻ってきたら一緒に海行こうぜ。うん、映画も行こう。げ、映画もか、さすがインドア派。ねえお姉さん一人、え、よかったらさ俺たちと一緒に遊ばない？なんか俺の顔ついてる。
よかった動いて。じっと俺の顔見たままフリーズしちゃうんだもん。電池切れちゃったのかと思ったよ。ね、暇なら俺たちと遊ぼう。あ、ごめんなさい、もう帰るところなんで。ああ、そうなんだ。残念。じゃあまた。波打ち際を進んでは不意に諦めて戻る。私は海辺をただ一人、怒りたいのか泣きたいのか分からずに歩いていた。声をかけてきたこの人が彼だったら、彼だったらとつい見つめてしまった。約束したじゃない、今年も海へ行くって。